デューク大学医療センター患者高速輸送機関は、かつて、アメリカ合衆国のオスカロライナ州ダーラムの、デューク大学医療センターにあった、オートメーテッドピープルムーバーシステムである、個人用高速輸送機関とも呼ばれていた。1979年から2009年まで、運行され、現在は運行されていない。PRT は、リニア誘導モーターによって、車両を推進しており、 ホバークラフトに似た圧縮空気のベッド上で浮遊していることで有名であった。独自に車両は前後だけでなく横へにも移動することができた。水平エレベーターとして公表されたシステムは1970年代にオーチスエレベーターカンパニーによって設計されたもので1977年より導入が始まり1979年12月8日に開業となった。 無人運転車両は両端に非常口のための、超津街付きの窓を有した3両の無人運転のオーチスホバー車両を備えていた。コンクリート製ガイドウェイは伏線で建設されており、アーヴィンロード下のトンネルを通じて、デューク南、デューク北及び駐車場2の3つの駅を結んでいた。デューク南及びデューク北間の約400メートルの区間は、 病院の増築工事の敷地確保のため2008年10月15日に廃止された。残るデューク北病院デューク駐車場通関も2008年後半から2009年前半までの間に閉鎖された。旧駐車場通駅の出入り口は壁で塞がれた。残った軌道及び機関施設もその後の工事がはかどるように大部分が撤去された。オーチスホバーシステムは 世界中で導入されている。その後の編集は同じエアクッション技術を使用していたが、例えばロサンゼルスにあるゲティセンターのようにワイヤーケーブルによって車両を推進している。ありがとうございます。